ウェスト・アクトン駅は、ロンドン、アクトンにある、ロンドン地下鉄の鉄道駅である。セントラル線の列車が発着する。この駅は、トラベルカードゾーン3に属する。ノエルロードから約50メートル北に位置する。2面2線の相対式ホームを持つ、地上駅。ホームは、東西方向に伸びており、都心方面の東行きの列車は東を先頭に、 イーリングブロードウェイ駅行きは西を先頭にして発着する。駅舎は駅の上をまたぐ道路に面する橋上駅舎。セントラル線は日中10分間隔、夕方や朝のラッシュアワーでは3分間隔で走っているが、大抵は5分間隔である。駅の周辺は住宅が立ち並び、駅から南に約80メートルを行ったところにバス停がある。 駅から西に400メートル行くと、ピカデリー線のノースイーリング駅がある。その途中には、アクトン幼稚園がある。また、駅から南に約500メートル行くと、日本人学校があり、さらに駅から東に約200メートル行くと、ウェストアクトンプライマリースクールがある。ロンドンバスの440系統が当駅を経由する。 アクトン幼稚園の位置北緯51度31分4.8秒、成形0度17分12.2秒、北緯51.518000度成形0.286722度、51.518000-0.286722。ありがとうございます。